海沿いを走る JR 花咲線。太平洋に面した道東の厚岸町です。海岸近くで魚をさばくのは三浦和子さん、83歳です。こうしたら今のこの米が一番おいしいの。これを味噌汁する。日常生活で隣り合わせなのがいつ来るかわからない津波。しかし三浦さんはある不安を抱えています。危ないことは危ないんだよね。線路はここ走ってるからね。津波見てたらさ、ほんと人ごとでないよね。来たらってどうしようっていう頭はあるけど。自宅が海岸と線路の間にあるため、避難するときは300メートル離れた踏切まで迂回しなければならないのです。市街地に押し寄せる津波。これは厚岸町が作成したシミュレーション動画です。震度7の地震が発生したとき、およそ30分後には津波が到達。河川や水路を伝って住宅街を飲み込み、到達から20分後には町全体が浸水します。町の多くが海に面する厚岸町。市街地には9メートルを超える津波が押し寄せ、花咲線より南の海岸部は5メートル以上浸水すると想定されています。大津波に見舞われたとき、沿岸部に住む住民が最短のルートで高台に避難するときに立ちはだかるのがこの線路です。普段一般の人の立ち入りが禁じられている線路。厚岸町では津波に限り線路横断が可能な避難経路を一箇所設けています。こちらがですね、JR の避難階段につながる避難通路になっておりまして、主に宮戸の地区の住民がですね、津波の避難時に使われる避難経路となっております。普段は施錠されている避難扉、町の職員が鍵を開け誘導することになっていますが、 JR 厚岸駅の許可が必要です。線路を横断して避難するっていうのは、列車と衝撃するっていうリスクが、大きいものになりますので、必ずですね、私たちの方で、こちらの区間に列車が、絶対入ってこない措置、これを取ってから、避難していただくということが、重要になるのかなと考えております。避難経路はおよそ30メートル。砂利や線路に足を取られ転倒する可能性があり、走って渡るのは危険だといいます。線路を渡った後、15メートルほどの階段を上がります。ここまで来るとですね、津波の浸水被害になりますので、とりあえずは安全という形にはなります。で、ここからですね、各避難場所の方に避難をしていただくというような形になります。厚岸町は2013年、道内で初めて線路横断が可能な覚書を JR と締結。今後も横断できる場所を増やしたい考えです。他の地区につきましてもですね、この JR の沿線沿いに避難が困難な地域と見込まれる区域がございますので、そこの区域の方たちにですね、津波到達時間内までに逃げていただくための避難経路としてですね、今後 JR さんとこの運用について協議をさせていただければというふうに考えております。道内では太平洋側を中心に少なくとも11市町が避難時の線路横断に向けた協議や検討を進めています。しかし室蘭市では安全上の課題が浮上しています。旅客列車のみならず貨物列車も行き来する室蘭線。昼夜問わず多くの列車が走ります。線路横断、いろいろ課題があるのかなと思ってまして、東室蘭駅周辺って結構単線じゃなくて複数線路があるので、安全に市民の方が渡れるやっぱりルール作りっていうのがやっぱり大事になってきますね。
巨大地震が発生したとき、9メートルを超える津波が予測される室蘭市。深刻なのは東側の地区です。室蘭線を越えた先に浸水区域外の地域がありますが、跨線橋が2カ所に限られています。住民は遠回りして避難しなければならず、さらに車の渋滞も予想されます。東側地区の住民は避難の時に線路を渡らせてほしいと10年前から市に要望しています。橋本雅俊さんもその一人です。線路を渡った段階からもう安全な場所になるのかな。それでどんどん高くなってきますから、ここから先ですから、ここをまず越えることが大事だなと思いますね。 JR にもその危険っていう問題がありますから、線路ですからね。ですからそう簡単には許可するってことはそれはできないんでしょうけども、何かその考えて、可能にできる方法がね、あるんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。 JR は地震が起きても乗客の緊急避難があるため、すぐに列車を止める保証はありません。横断時の安全をどう確保するかが課題です。発生の状況によってはですね、列車はまだ、動いている状況がもう想定されます。どういった形がいいのかというところをしっかり我々も、検討しながら地域の皆さんと話し合っていくということだと思っています。専門家は線路横断が可能かどうか地域に合わせて検討すべきと指摘します。一言で、線路横断と言いましても、これ場所によって全然条件が変わってくるというふうに考えています。やはり室蘭本線のように、非常に多くの列車が走っているところでは、相当難しいのではないかというふうに思っています。やはり安全にどうすれば横断できるか、そして果たして本当に安全に横断することができるのかということをですね、まずは技術的にきちんと検討するということが必要なのかなというふうに考えています。室蘭市の橋本さんです。安全な線路横断の方法を早急に検討してほしいと市に訴えています。もう一日も早く、線路を横断できるという仕組みをですね、作っていただけたらありがたいなと思いますね。非常に避難困難区域の人たちのね、この線路を渡るだけで、もう多くの人の命を救うことができると、そんなふうに思いますね。津波から逃れるために線路横断は可能なのか、迅速な避難と安全確保の両立が求められています。